スマイリープロダクションに集められた歌い手3人。そこにいたのは伝説のアイドル、アネラ。スマイリープロダクションへようこそ。いらっしゃい。それぞれの思いを抱えた3人が踏み出すのはアイドルへの道。俺がアイドル？3人でアイドルをやれるのすっごく嬉しい。まったく騒がしい人たちですね。絶対にてっぺんを取る。妥協なんて一切しねえ。俺はいずれ総理大臣になる男だ。みんな、俺たちについてくる準備はできてる？ジャックジャックです。よろしくね。みんな元気だな。疲れた、帰りたい。ジュン、そんなこと言わんとシャキッとせえ。夢の扉、その向こう側の光を掴みたくて、手のひらを僕らの本当にいいんだよね。え、アイドルやってくれるんでしょ。